あの行商のおっちゃん、峠一つ越えたあたりとか言ってやがったのに、三つも越えたじゃねえか。もう変なこと覚えちまったな。ドロロ、馬だ。はあ、こんなことならオイラたちもどっかで馬手に入れるんだった。もしこの村に刀鍛冶がいなくたって、オイラもう歩かねえからな。ダメだ、これが欲しい。ここにいないならまた歩く。分かってる分かってる、今のは本当に思ったことじゃねえから。そうか、確か宗綱って言ってたな、その刀鍛冶。よし、行こうぜ兄貴。天の尺の巻。宗綱？それなら村外れに住んでる。本当か？ああ、だけどあんたまさか刀でも打たせよってんじゃねえだろうな。え？だってとんでもない名工なんだろ。ふん、あの人にそんな大層な腕はねえよ。ちょっと待てよ、話と違うじゃねえか。そこのなたま打ってもらったが全然大したことねえ。何よりあそこの奥はって娘がまた性格も器量も悪いし、前々からどうも気に入らなくてよ。え？え？あん？はい、はいはい、どうせまた音の文句言いに来たんです。あら、どちらさん？ここ、お、宗綱って人の家かい？宗綱は私の弟だけど。じゃあ、あんたがおこわ？そうやよ。実は、旅の途中であんたのお父ちゃんが名のある刀鍛冶だって聞いてきたんだけど。はあ、お客さん！おとうはこの国一番の投稿やよ。うん、ただその、村のやつがさ。ったく、ここの連中はほんと素直じゃねえんだ。そのくせいっつもおとうのとこ来んだから。じゃあ本当に腕はいいんだな。当たり前だがね。そんなら兄貴のこの刀打ち直せるかい？だいぶ使い込んだ刀やね。お、お、あ、兄貴。ここは何すんだあんた。兄貴、それはやんなって。なぜだ？とにかくやっちゃダメなんだってば。なぜだ？なぜもヘチマもねえの。ヘチマってなんだ？打ってる時に下手に話しかけると怒られる。ちょっと待っとるんやよ。こういう時は初めの印象が肝心だがね。刀出しといて。わあ、兄貴面白いもんがあるぞ。あと、お客さんだ。刀打ってくれって。多分私を嫁にもらう気だがね。あ、これ。おい。あ、音を怒っちゃいかんよ。こういう時は初めの印象が肝心だがね。その刀。え？お前何を切ってきた？どういうことだがね。刀を供養するなんて初めてだ。お前は知らんでいい。ここのご本尊は毘沙門天様。おとうや村のみんなが信仰してるんやよ。へえ。そのひょっとこはまた別の火事の神様だがね。え、これもこんな顔してんのに。それは釜の火を吹くときの顔。火吹くとき？厄払いとして代々うちに伝わるとってもありがたいものなんやよ。火を吹く男、ひょっとこ。こんな顔しねえだろ。うん、兄貴どうした？おい、刀をその台へ置け。ああ、ああ、え、兄貴何してんだ。
何よ。もうふざけてる場合じゃないだろ。オンベイシラマンダヤスワカ。オンベイシラマンダヤスワカ。オンベイシラ。はあ、疲れたな。はあ、宗綱のおっちゃん、刀ができたらここに持ってきてくれるってさ。刀がここに来る。ああ、それまでゆっくりしようぜ。打ち直し代も思ったほどじゃなかったし、骨休めしながら待つとしようぜ。いらない。え？やっぱり疲れが溜まってるみてえだ。刀いらねって聞こえちまったや。いらない。何言ってんだよ。刀がなきゃ鬼神から体取り戻せねえだろ。客様、ドロロちゃん、おこわだがね。どうぞ。百様、お腹減ってるかと思って作って持ってきた。ありがてえ、ちょうど腹減ってたんだ。おお、うまそう。これでドロロちゃん、こういうものは旦那様が先だがね。は？旦那様って誰だよ。おいおい、兄貴はオイラと大事な旅の途中なんだぞ。刀が治ったらここを出てくんだからな。ついていく覚悟はもうできた。バカ、ただの旅じゃねえんだ。兄貴と旅できるのなんてオイラくらいなの。心配ない、私は国一番の闘魂、宗綱の娘だがね。ああ、もう兄貴もはっきり言ってやれよ。おこわとは一緒にいられないってさ。おこわと一緒にいる。え、冗談でもそういうこと言うなよ。兄貴本気。はあ、じゃあ旅は？やめる。戻ってねえ体は？いらない、このままでいい。体？いい加減にしねえとオイラだって怒るぞ。本気。じゃあオイラはどうすんだよ。もう一緒じゃなくていい。百様、私は構わねえ。ドロロちゃんは一緒にいてくれていいんやよ。もう一回言ってみろよ。ドロロは一緒じゃなくていい。あら、勝手にしろ。兄貴とは絶交だ、このコンコンつきのバカ野郎。いいか、兄貴とおこわが一緒になるなんておいらすっごく嬉しいんだからな。あれ、おいら今なんて。ドロロちゃん、見れば見るほどお似合いだよ。あんやと、嬉しい。静かだよ、全くもってその通り。タララちゃん、大げらたんぽ。あ、百様の慣れ寿司を。ドロロちゃん、泣いとったね。ドロロが嬉しそうだ。兄貴のバカ、もう兄貴なんかどうなっちまったって知らねえんだから。なんだ。ご愁傷様、こんたんびは本に役者もないことで、本に糸消したこってお先真っ暗やな。あんやとう、あんやとうさん。百様と祝言あげるって村のみんなに言ったらこんなことになってしまったがね。おこわちゃん、孫にも衣装って言うけど、おこわちゃんが来たら大層みっともにゃあもん作るで、足めして待っとるだで。はいはい、まったくみんな相変わらずだ。よかったな、おこわ、前々から早くお嫁に行けばいいのにって思ってたんだよ。いい祝言になるといいな。あやと、なんか急に素直になったがね。祝言とはなんだ。え、百様と私が夫婦になることでしょうが。夫婦、早い方がいいと思って日取りは明日にしといたがね。は、そりゃいくらなんでも。わかった。ああ
そんなのオイラが一番にお祝いしなきゃダメじゃねえか。いいか、誰が何と言おうと兄貴はおこわと幸せになるんだぞ。幸せになるね、ドロロちゃん。ちくしょう、オイラどうしちまったってんだ。また食べて。ドロロ、大丈夫だ。うまく、おこわと夫婦になる。ドロロ、嬉しそうだ。なんだい、兄貴のやつ。すっかりおこわに熱あげちまいやがって。そんなにあれが好みかよ。上等だい。そんならオイラだって考えがあるんだからな。だからな、だからな、だからな。ドロロ。ああ、みっともない、みっともない。なんだろうね、この子は。せっかくの衣装が台無しだよ。百様、向こうを向いてなきゃダメだがね。なんてみっともないんだ。刀がここに来る。刀がいらねえならオイラが捨ててやら。本当に捨てちまうんだからな。うわあ、わっ、わっ、おっと、おっ、何してやがんだ。びっくりさせんない。お前が言うな。これ、兄貴の新しい？途中だがな、念のため払いをしてきた。で、そいつをどうするつもりだ？それで刀を捨てようとしたのか。兄貴は急にやる気なくしちまうし、オイラは心にもねえこと言っちまうし、どうすりゃいいんだかわからなくて。兄貴ったら、オイラの気持ちなんかちっともわかってねえ。オイラ、兄貴に出会ってからたくさん助けてもらったんだ。だから、これから兄貴が辛い時は絶対オイラが助けてやるんだって決めたのに。なのに、なんで旅やめるなんて言うんだよ。迎えに来た。この前迎えに来てくれたばっかりじゃねえかい、バカ野郎。オイラ、いつの間にか寝ちまったのかい。気が散る。あ、ごめんよ。おちゃん、おこわの祝言には行かないのかい。刀工にとって刀より優先するものはない。おこわも承知している。よっぽど刀が好きなんだな。お前は嫌いか。オイラ、侍嫌いなんだ。だから人を殺す刀も好きじゃない。俺も人殺しは嫌いだ。え？俺の理想は争いを止める刀を作ることだ。それを見た相手が一瞬でかなわねえと感じる刀をな。そんなもん作れんのかい？そうたやすくはあるまい。生きてるうちに作れるかもわからん。わかるな、力の使い道を間違えちゃいけねえってことだけだ。おいら、やっぱり兄貴のそばについててやんなきゃ。それも心にもない言葉なのか。そんなんじゃねえや。あれ、そういや、おいらずっと思ったこと喋ってるじゃねえか。なんでここだと普通に喋れんだ。っていうか、いつからあべこべになっちまったんだっけ。兄貴は
兄貴はいつからおかしかったっけ。あの寺だ。さあ、二人でお寺に行くんだがね。なぜだ。この村は仏前式だからやよ。その後村のみんながお祝いしてくれる。刀がここに来る。お寺から戻ったら刀も来るから。刀がここに来る。もしかしてお前の仕業か。やっぱり。ドロロちゃん、兄貴、何あの化け物は。多分オイラたちがおかしくなっちまったのはあいつのせいだ。と捕まえよう。ドロロ、兄貴、ドロロちゃんが死んでまう。百様。ドロロちゃん、大丈夫？ドロロ、兄貴、ごめんよ、疑っちまって。まさか本当にいたとはな。全部この化け物のせいだったんやね。この寺には昔村で散々悪さをした天の尺が封じられてるという言い伝えがあった。私ら本当に厄払いの力で守られてたんやね。けどこいついつから出てきちまってたんだ。さあな。百様とドロロちゃんも仲直りできたし、これで心置きなく祝言を。ん？ん？化け物のせいでみんなあべこべなことを言ってた。ってことはドロロちゃんも百様も？あ、というわけだがね、百様は悪くないんやよ。すいませんでした。おこわ、そんな奴と一緒になる必要はねえ。今までずっと思ってたことを素直に言えなかった。この仏頂面なんかより絶対お前を幸せにしてやる。俺と一緒になってくれないか。なんだこれ。おこわが嬉しそうだ。うわぁ、すっげぇ。言ったがね、お父は国一番の刀工やよって。刀が来た。どうだ、気に入った？兄貴、嬉しそうだな。お？俺が嬉しそうだ。こいつら常人には想像もつかない過酷な運命をたどってきたんだ。きっとこれから先もな。どのみちお前が入り込む余地はなかった。そりゃあんな化け物ばっかり相手してるんじゃ無理だがね。百様、もうあんまり人におでこくっつけちゃダメやよ。なぜだ。なぜもヘチマもねえの。ヘチマってなんだ。後で教えてやるよ。
それじゃそろそろ行くかい兄貴。ドロロも一緒だ。当たり前だな、兄貴と旅ができるのはオイラだけなんだから。二人が嬉しそうだ。